死体を売る男とは、1945年公開のアメリカ合衆国のホラー映画、ロバート・ルイス・スティーブンソンの短編、死体泥棒をロバート・ワイズ監督で映画化。制作のバル・リュートンは、カーロス・キースのペンネームで脚本も担当している、ショック感覚の決定版、というキャッチコピーで宣伝された。劇中で研究されるワーク、ヘア、 ノックスイシは1828年に実際に起きたバークとヘア連続殺人事件の主犯たちである。なお、この映画はボリス・カーロフとベイラルゴシの最後の共演作でもある。日本では2013年のエドガー・ジー・ウルマーと愉快な仲間たちで劇場初公開されたが、それ以前に死体を盗む男のタイトルでテレビ放映、また NEC アベニューからビデオ発売されていた。 19世紀、19世紀エディンバラの医者マクファーレンは、病院経営の傍ら、医学生の教育にも当たっていた。そのためには解剖用の死体が必要だが、その当時、死体の売買は非合法で、辻馬車の業者グレーから闇で死体を買っていた。グレーは悪名高いバークとヘアの仲間だった男で、墓から死体を掘り出していたが、マクファーレンはそのことには目をつぶっていた。ある時、 手術のために若い女性の死体が必要になり、グレーに頼む。グレーは少女の死体を持ってきた。それを見て、マクファーレンの助手、フェッツは驚く。その少女は街頭で歌を歌っている少女で、フェッツは昨晩コインを恵んだばかりだったのだ。フェッツからグレーが殺人を犯していたことを聞かされ、マクファーレンは動揺するが、隠蔽を決める。 その話を盗み聞きした使用人のジョゼフがグレーを脅迫する。しかし、逆にグレーに殺される。それを知ったマックファーレンはグレーを殺すが、最後は自滅する。死体を売る男は、ボロスカーロフが RKO で主演した3本の映画の最初の1本。吸血鬼ボボラか恐怖の精神病院がこれに続く。プロデューサーはいずれも、バル・リュートン。 ロサンゼルスタイムズ紙のルイスバーグによるインタビューで、ユニバーサル・ピクチャーズを離れ、リュートンと組んだことについてカーロフは、こんなことを述べている。フランケンシュタインの成功以降、ユニバーサル社はその路線を推し進めた。その路線の最終回ともいえる、フランケンシュタインの館は、フランケンシュタインの怪物、ドラキュラ、狼男、セムシ男が勢揃いする、モンスタージャムセッション映画だった。 映画はヒットしたが、バカバカしくなって、ユニバーサルとの契約を更新しないことに決めた。RKO のリュートンはカーロフにとって、リビングデッドから救い出してくれた、いわば魂を回復させた男。制作は、吸血鬼ボボラ化と、ほぼ同時期に行われ、リュートンは、両方の映画の脚本を担当した。もう一人の脚本家、フィリップ・マクドナルドは、イギリス人で、 推理作家としても知られている。カーロフ同様、魔人、ドラキュラで有名になったユニバーサルのベラルゴシも、RKO と契約した。リュートンとマクドナルドは、彼のために、小さな役を書いた。この作品がルゴシとカーロフの最後の共演作となった。監督のロバート・ワイズは、後に、地球の静止する日、ウエスト・サイド物語、サウンド・オブ・ミュージック、 王冠サンパブロで有名監督になる。長く RKO で編集技師をしていたが、キャットピープルの呪いで前任の監督がスケジュールを大幅に遅らせたため、プロデューサーのリュートンがワイズを監督に抜擢した。撮影は1944年10月25日から11月17日にかけて行われた。撮影中、リュートンとエグゼクティブプロデューサーのジャック・ジェイグロスの間に、 緊張が走った。カーロフのギャラがあるのでその分予算をカットすると、グロスが言い出したからだった。ありがとうございます。